おざす、ティッシスンです。さて今回はこちらガンダムエボリューションやっていこうかなと思っております。でいきなりなんでこのゲームやっていくかっていうとですね、ちょっと残念なお知らせがございまして、っていうのもこちらです。これですね、ガンダムエボリューションは2023年11月30日をめどにサービス終了が決定しましたということで差し入れでございます。マジか。いや残念ですね。いや最近は確かにちょっとやってなかったけど、俺基本 BF 勢だから、まあ、最近は言うてバトルビットやってるけどまあとりあえず最後はなんか解除してやりたいね。終わりたいね。ハイペリオンガンダム、ガンダムヘビーアームズ、マジで、あ絶対アンロックしよう。よし。いやウィングガンダム系はねリアルタイムで見てた世代ですから自分。おーかっけー、トラバドン。まあ一番よく見てたの X だけど、まあ いやとりあえずヘビーアームズ使っていきましょう。だいぶ久しぶりだからな、なんかエムをなんかこうおぼつかない感じだな。操作方法はなんか体に染みついてると思うんだけど、さあいないね。で自拠点にいるときはねダメージ食らわないんで、うん、あそこから打ち合う一方的に打つのが俺個人的に一番好きだったんだけど、さすがにもうそんなプレイいないか。了解。というわけで打っていきたい。はい、で ADS をするとこのダブルガトリングになると、ああまあシングルで打つ場合には機動性は高くなるけどマメになるのかな。まあなんかそんな感じでしょう。でこれガトリングなんで、まあ一応ガンタンクのポップミサイルみたいに多分マメ系のダメージなんだろうけど、多分追尾はしないよさすがに。ガンタンクのあれは一応曲がりなりにもミサイルなので、はい、まあ、追尾はしてくれますが、多分このガトリングは自分で当ててくれとエイムしてくれといった感じでしょう。でここ抜けたな、早いな、でかい。ちょっとみんな任せるわ、俺以外のプレイヤーのみんな。俺だいぶ久しぶりに帰ってきたんで多分ヌーブだと思います。エイムがね多分合ってないと思うんだけど、ミサイル系かすりヒット、これなんだこれ、サノーってやつか。はい、はとりあえず味方におんぶに抱っこ戦法で頑張っていきましょう。はい、でも結構俺やったと思うけどな、ガンダムエボリューション出てから、うん、それなりに動画も上げてきたはず。エイムひでえなマジで、全然合ってない。まあいいや、はい、だそんなねガンエボが終わってしまうとはかなり心苦しいものがありますが、ね、またね次回のガンダムエボリューション2に向けて開発頑張ってください。というわけで、しかしまあウィング系出すにしてもヘビーアームズか、ウィングでもデスサイズでもなく絡まれるなこれ。でもあんまこいつ怖くないんだよ、格闘機のくせに。ウルト以外はそんな、しかもヘビーアームズ体力高いし。 OK、 カバーも入ってあれだね。あでもガンダムウィング出すとなる、ガンダムウィングっていうかウィングガンダム出すとなると扱い難しいか。バスターライフルって一発でかい系だもんね。あれそう、これ中いるか、いるね、ウルト入ってるあれ。あ大丈夫か、逃げた、追っていこうか。えなんか来てるんで、よし、あやって。さあウルトがこっちも溜まったぞ、これ、まあ、おいおい使っていきたい。まあ、さっき射撃練習場みたいなところで使ったときはフロープアタックだっけ、うん、なんかスパロボの名称しか覚えやべえ。くそ、また死んだわ、死んだ。やべえ、ちょウルト入った溜まったまま試合終わるのは勘弁してもらいたい。よし、湧いた、急いで前線に向かってそのフルオープンアタックをぶちかましてやろう。よし、でまずはフルオープンアタックで全滅します。そしてこのなんかあのひねり宙返りみたいな、あ違う逆だわ、アニメだと宙返り、あのこう体ひねって飛んでからフルオープンだった、逆だった。まあいいや、ちょ原作再現してやろうかなと思いましたけどね。無理でした、俺マジでエム終わってんだこれ。まあいいや、味方が頑張ってくれる、ね、おいいねこれ、あチームキルじゃん、素晴らしい。いいですね、いや完璧です。はい、というわけでラウンド1勝利。じゃあ次ね、採掘場で助かった知ってるマップで、あとね
このマップだと開幕格闘技でここら辺に隠れておいてケツから刺すっていうね、いやらしい戦法が昔あった気がするけど、今もう攻略されてるんでしょうか、現役プレイヤーたちによって。はい、まあ、そんな懐かしい話も置いといて、あと5秒で始まるかな。さあ、これダブルガトリングがこう構える、左側のガトリング構える挙動がめちゃめちゃ遅い、打ち出しが遅いぞそこだけネックで、ちょっと格闘技2機突っ込んできたので、ちょっとポジ取ろうか。そのサザビス下がった方がいいんじゃないかなと思うが、これやれそうだね。OK、で、あとガチ品の何かが引いてった。なんだろう。あ、バルバルか。やって。で、顔出してるな。いけるか。あ、やめろ。よし、OK。さあ、一旦引かさせてもらおう。で、これは。で、なんとかなってるっぽいね。こっちか、やばいか。で、絡まれてるジムさん、助けに行こうか。ちょっと待って、これガチで左側のガトリング出す時のこのディレイ遅い、のっそりって感じだけど、まあ、ある意味重厚感がある。はい、で、こっちはもう撃破済み、いいぞ。開始から1分半ぐらい経っても敵さんを中間拠点、中継拠点かな、中継拠点にすら入れさせてない。これは悲しみのワンサイドゲームの予感。あー、もう逃げちゃってる残念。で、これいけるか。よし、あとはよー、めっちゃ突っ込んでくる。待て、まだ危ない、くそ怖え。 OKOK、 まあ何とかなって、で、連キルもつながってる。これはキルレが楽しみであります。で、普通の FPS と違って、まあ、ガンダムウォッチとね言われていた通り、一発でも溜まって時はキルが入る、絆キルっていうの、それでキルレとか超稼ぎたかった、稼ぎやすかった、稼ぎたかったねすげえいやらしいやつみたいな。で、ね、バルバルさん、あ、これウルトいけるか。あー、嘘やろ展開遅いな。ウルトフル、え、フルオープンダックだっけ、うん、吐く前にしばかれた。そしてウルトゼロ、もったいないことじゃない。まあいいや。で、さあ、あとどうしようか。うわー、やばそう。いや、食らうが大丈夫。うん、あの、タッチは食らってない。だから、フルスタンまで持っていってないんで。まあ、バルバラさん見逃してくれて、こっちはやらさせてもらう。OK、いいね。はい、11連撃破。で、だいぶ味方さん、味方さん、敵さんか。敵さん引っ込んでるな。チーム切り2、3回やられてるんじゃない。で、2人苗抜けしてるし。苗抜けやめなさいよ。あ、でも苗抜けかどうかわかんないから、なんかガチで休養あって抜けてるのかもしれないし、やめとこう批判は。はい、というわけで OK。 さあ、開始から3分20秒、あ、合ってるか。さあ、チームキル4、5回目、素晴らしい。4、5回目じゃないかな、3、4回目ぐらいかな。はい、で、このままあと1分半粘ればタイムオーバーで、2拠点こっちがボム取ってるんで勝利の予感。ただ結構入ってきたな、逃げを。で、撃破も入れて、来ない、1人抜けてる、エクシア抜けてるね。だいぶ入りにはしてるけど、これ多分ハローがね右側にあって、あれ取られるね。一旦こっちも逃げようか。お、なんかちょっと体が覚えてるぞやっぱり。うん、いや本当に結構やってたからね俺、ガンダムエボリューション。はい、で、こっち、これパワーできるか。おしゃれ。さあ、土作落として、この先に2人に見えたから、ね、いいね。さあ、あとは、うん、いけそうか、ダメか。こっちから来るか、キム打ち、いいね、キム打ちに引っかかってくれた。で、こっち2機死んでるんか、やべえ、格闘技だ、逃げろあと見るじゃん、いけ、よし、ナイスカバー、ありがたい。さあ、ハル取って回復して、で、ヘビーアームズいいね、久しぶりに戻ってきたんだけど、岩影棒、やっぱレートが高いから、俺みたいなこのクソエームでも、まあ、なんとかやってはいけるわ。はい、いけそう、よし、さあ、この距離、おー、やべえ、土作のウルト、よし、最後はこっちもウルト、はい、あ、ウルト吐く前に終わりました。はい、というわけで、さあ、どうだったかな、まあ、完封勝利ではあるけど、
なんかちょっともやっとする勝利だったいや2人抜けてるんで、あ、 MVP は取れなかったが、まあしゃあないね、これは。はい、で個人成績43キル1です強いヘビーアームズ、キルレ脅威の43、えぐいね。というわけでまだキャピタル残ってるんで、それ使い切ってから俺もバイバイしようかなと思っております。ではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。